バージル・ラスマス・ミラーは、アメリカ合衆国の軍人、アメリカ陸軍に所属し、第二次世界大戦中に、日系二世部隊である第442連隊、戦闘団の指揮官を務めた。ミラーによる指揮のもと、第442連隊戦闘団は、北東フランスの防ー山脈にて、包囲されていた第36不評師団第141不評連隊第1大隊の救出を、 成功させている。最終階級は大佐。1900年、プエルトリコの西海岸に位置するサンヘルマンにて生を受ける。1915年、一家はサンフアンに引っ越し、ここで父ポール・ガーランド・ミラー博士は教育長官に就任し、1921年まで務めた。バージル・ミラーと兄弟たちはサンフアンのエルカリベ高校で中等教育を終えた。 第一次世界大戦中、ミラーは地元民兵組織であるプエルトリコ防衛隊に参加している。1920年、プエルトリコ知事アーサー・エーガーの推薦でアメリカ陸軍士官学校への入校が決定する。第442連隊幕僚の集合写真。最前列左から3番目がミラー。1924年、陸軍士官学校を卒業したミラーは、 不評化商位に任官する。1925年には、アン・マクゴーレンと結婚し、1926年には、プエルトリコのキャンプラスカサスに駐屯する、プエルトリコ人部隊第65不評連隊に、配属される。1940年、ハワイ州の第21不評旅団に転属となり、その後オアフ島、スコフィールド弊社に駐屯する、第24不評師団に転属。 1941年12月7日、大日本帝国による真珠湾攻撃を受けて、アメリカ合衆国は第二次世界大戦に参戦した。1943年6月、ミラーは第442連隊戦闘団の副連隊長に任命される。同戦闘団は第442不評連隊、第522野戦砲兵大隊、 第232戦闘工兵中隊、第206陸軍軍学隊、第100不評大隊から構成されていた。所属する兵士のほとんどは、召集を受けた日系二世で、彼らの中には家族を強制収容所に残したままの者も,も多かった。ミラーは、第442連隊戦闘団の副指揮官内指揮官として、ローマイコーリアもアペニン山脈北部、 方平原方面での作戦に参加した。1944年10月、第36不評師団第141不評連隊第1大隊は、ブルイエール方面に進出する。しかし、あまりにも突出しすぎたために、ドイツ軍に後方を遮断されて孤立してしまった。この時、第1大隊を救出するべく派遣されたのが、ミラー中佐に率いられた第442連隊。 戦闘団の将兵であった。10月26日、第442連隊戦闘団は、包囲部隊に対する攻撃を開始した。過劣な白兵戦の中で第442連隊、戦闘団は、大きな損害を被りながらも戦い続け、10月30日には、ついに第一大隊の救出を果たしたのである。後に、ミラーが語ったところによれば、 この戦闘で救出された兵士は二百十一名だったが、その三倍以上にもなる八百人以上の兵士が負傷、ないし戦死したという。救出作戦の後、第四百四十二連隊戦闘団及び、第一大隊はそれぞれ補充を受けて前線に復帰した。この戦行から大佐に昇進したミラーは、第四百四十二連隊戦闘団の連隊長に就任している九百四十五年一月五日、 ミラーはかつて勤務した第65不評連隊の連隊長に任命されるが1月17日にはこの職を辞して第442連隊戦闘団連隊長職への復帰を選んだ。また彼は失われた大隊の救出によって銀星賞を受賞している。1945年4月第442連隊戦闘団は第92不評師団を援護するべく ゴシック戦西部にあたるピサ方面への陽動攻撃に参加した。ドイツ軍のイタリア方面司令官、アルベルト・ケッセル・リンク元水は、アペニン山脈にてくり抜いた岩山をコンクリートで補強する山岳要塞の建設を行わせていた。こうした山岳要塞には大量の機関銃が運び込まれ、連合軍の進撃を足止めしていたのである。年月日、 ミラーと第三大隊長アルフレッド・エープーサル中佐は山岳要塞に対する攻撃を計画し、同日深夜に隊員と共に完全軍装で山を3000フートほど登った。4月6日、早朝、ミラーに引きられた部隊はドイツ軍への奇襲攻撃を図ったが、地雷の爆発によって存在を察知され、激しい抵抗に直面した。丸1日を費やした戦いの後、 最後の山岳要塞だった、セレッタさんが陥落し、ゴシック戦は突破された。その後、ミラーと第442連隊戦闘団は、ホロゴリットん、マッサ、ラスペツヤ海軍基地、トリノなどの占領に参加した。1945年6月、ミラーは第442連隊戦闘団連隊長の職を退いた。ミラーの指揮下にある間、 第442連隊戦闘団からは21人の名誉勲章受賞者、52人の主勲十字章受賞者、1人の陸軍主勲章受賞者、560人の銀星章受賞者、7人の主勲部大章受賞者が出ている。現在、第442連隊戦闘団は、アメリカ軍の歴史の中で最も受勲者を輩出した部隊とも言われている。 1945年5月6日、第442連隊戦闘団の戦死者追悼式典にて、ミラーは次のように語った。我が戦友たちが示した献身は偉大なものであった。我らは彼らを忘れてはならない。これからも続く戦いの中で、あるいは平和がもたらされた後の戦いの中で、諸君の責務はより激しく困難なものに、 そして極めて長いものになっていくだろう。ミラーは1947年までイタリア中流軍に勤務した後、トルコで不評価顧問として勤めた。また、ペンシルベニア州立大学、リーハイ大学、ミシガン大学にて軍事科学、軍事戦術の教授を務めた。1954年に陸軍を退役した後は、マサチューセッツ工科大学に民間研究員として勤務し、 1963年の退職まで勤めた。1968年8月5日、ミシガン州アナーバーにて死去。最高級の軍隊層を持って、アーリントン国立墓地に埋葬された。葬儀の際、第442連隊の元隊員、ダニエル・イノウエ上院議員の協力により、ハワイのスコフィールド兵舎に保管されていた第442連隊の連隊機が掲げられた。 家族は、妻アン二人の息子ウィリアムとリチャード、娘ジュリアがあった。ミラーは陸軍将校として次の勲章等を受賞している。ありがとうございます。